皆さんこんにちは、よっこガーデンです。関西のおばちゃんハスキーボイス、よっこガーデンです。見てこれ、花あっち向いて包囲してません？そう、植えた時はね、ここが正面だと思って植え込んだら、なんとなんとどっちもあっち向いてホイしています。まだね、ちょっと植えて間もないので、まだ移動はできるかなと思っています。じゃん、こっちが正面なんですね。ねえ、知ったかぶりはいけませんね。こっちだろうみたいなね。植えたらこっちでした。この子の方がちょっと色が薄いな。こっちの方がちょっと、いや本当にどっち向いてんのみたいな。よいしょよいしょ、ちょっと本当に、あ、はい、下まつげが長いね。これはちょっとしっかり、方向変換してあげないといけませんね。そんな感じで花にはね、正面があるということを知っていたんですが、見当違いでした。ということで、これは正面も向いていない寄せ植えダメダメバージョンです。はい、あと何を伝えようと思ったの。あ、そうそう、あのグレコマって、あのほら時々ピンクになるじゃないですか。これこれこれ、こんな感じでね。これってこれね、紅葉なんですね。なんかピンクが出て喜んでたんですけど、なんかあちらこちらピンクのグレコマが出てきてるので、あ、そうなんだみたいな感じで、はい。もうちょっとね、ビオラとパンジーを買いたいところなんですけど、またね、心にググッとハートがドキッとなるようなビオラがいたら、いやすごいね、こんなに間近で見るってことはね、あ、もう老眼なんで、あの虫眼鏡ぐらい使ってみないと。え、こんなことになってるんですね。次、ちょっとこの子を見てみたいと思います。よいしょ、わわわわー、なんちゃって、はあ、なんだ。そういうことで、今日は植え間違えた、方向間違えた、あっち向いてホイの寄せ植えでした。皆様どうか方向はお気をつけくださいませ。知ってるよね。そんなことで、今回もちょっと失敗談でした。ではでは、またねー。